し。音楽室の古いピアノにもたれて歌ったねしてる。まだ君のことまだ知らないのに。大きいずらな、もう収穫しないとダメずらな、これはな。お、俺は見たぞ、重油がたくさん燃えてた。あ、じゃな、ゴースゴース。 MT1 コンテナ目 6.5 ベッド残しですが、9時40分。本日も頑張ってまいりましょう。10時44分、30度ありますね。転送もうちょっと、あと 10% 開けます。フィニッシュですね。 MT あふれんばかりです。増収中ですね。北側転送全開にします。113ですね。懸垂2リッター、微生物の餌になります。 MG 水出し1リッター。ちなみに MG はですね、鉄が 0.05、 カルシウム 41.3%、 マグネシウム 19.1%、 液肥をいつもの倍。南側の転送もちょい開けします。おお、くちばしでここを上げるずらな。おお、いい仕事したずら。はい、ピアさん、キュウリですよ。おお、今日はいい天気になったずらな。シャタよ、仕事がはかどるずらな。こんな地図にあったボードが1500円しましたね。それからマップピンとインデックスとゼムクリップ。さて、何ができるでしょうか。はい、皆さん、こんにちは、シャタです、シャタです。後ろに見えますでしょうか、春菊。あちら、はい、インデックスとこのゼムクリップで、はい、テープくっつけちゃってですね、このように、はい、シャタキュウリ、はい、マップピン、はい、はシャタといえば青でしょうかね、はい、青か黒でしょうか、私のカラー、イメージカラー、はい、こちらを刺しますね、このボードに。この周りのこれが汚れないようにまた袋に入れてみましたね。で、ここにこうぶら下げると、でもこれカメラで撮ると光っちゃうんですよね、ほら、ピカ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 、はい、それだけはちょっとご勘弁願いますということで、はい。なんと明日の朝6時15度ですね。加温器動きませんので、転送、はい、今片転、両転全開にします。こっちも全開。おう、今日も鶴の誘引と新積づらか、正解です。おう、オラも手伝うずら、はい、まだまだ暖かいですね。こっちがもう全開、はい、はい、ってことで、あと30分ぐらいですね、暗くなるまで、はい、誘引と新積みやってきます。いってきます。はい、アドミラル鶴が上上元気ですね。そして見てください、葉っぱ朝びちゃびちゃでしたがほぼ乾きましたんで、はい、夜間、はい、湿度ちょっと上がりますが、これなら病気は問題ないと思います。はい、このように上に行っちゃってるやつは一旦横に流してここで止めるか、向こう側に倒して放任か、はい、そんな感じになっちゃってますね、もう。ピョさん大丈夫、羽パタパタしてる。おお、おお、悪夢を見ていたず。ピョさん、ピョさん、ハサミ虫、ハサミ虫、ハサミ虫って、うわうわ、ダンゴムシが皆さんには伝わりづらいとは思いますが、相当数いますね、はい、ダンゴムシが、ここ
ごいいるな。やっぱそういうアサミムシ、アサミムシ、アサミムシ、アサミムシもいっぱいいるな。ああ、すげえやおりゃ。よいしょ、アサミムシ。アサミムシを団子、あ、団子虫、虫、虫、虫。すごいねピオ、よかったね。うわ、アサミ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 、ア